デタラメの小池ユリバー。パフォーマンスを適当にやっておけ、というデタラメばあさん。今度は若者が予約なしで接種できると宣伝した。小池の勝手な思い込みとは逆で、ワクチンを受けられないで困っている若者がたくさんいる。世論調査でも7割の若者がワクチン接種を望んでいる。深夜のうちから渋谷の会場に並び、並んだ若者は数千人。しかし、小池が用意したワクチンは300人分。全くありえない少数だ。デタラメばあさんの発言を聞いておこう。いかに間違った現実の理解であるのか聞こうね。そして若い、だけど重症、中等症になる若い世代が増えている。不要不急の外出を徹底していただくことと、それからもう基本的なことをお守りいただきたいと思います。ワクチンもぜひ若い方も打っていただきたい。若い方々の行動パターンが鍵を握っていますので、ぜひその点もご協力いただいて。次は若者予約なし接種を発表した小池の都議会。パフォーマンスだけの豚うんこの小池だ。若者のアプリを作るって9億円もかけるって全くの詐欺だ。今月渋谷駅付近に事前予約なしで接種可能な若年会場を開設するとともに、今後アプリなどを活用したキャンペーンも展開してまいります。次は8月27日の都庁記者会見。新聞記者もさすがにおかしいじゃないですか、と憤慨している。小池は記者会見を押さえつけるアンチ民主主義だ。記者の追及を笑いごまかす。日経新聞の光月と申します。よろしくお願いします。渋谷 の若者のワクチン接種のことでお伺いしたいんですけれども、本日取材に行ってきましたら、埼玉県から来た高校生がいたり、かなり人流を生んでいる側面もあるのかなと思いました。東京都